佐藤敦史のワイルドナイト。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。とんでもない日がやってまいりましたが、準備はよろしいでしょうか。今日はですね、はい、激アツなゲストの方に来ていただいておりますんで、はい、健吾さんからご紹介いただいてよろしいでしょうか。はい、3週目の健吾です。はい、皆さん元気ですか。元気ですね。返事がない。さあ今日はですね、東京から、東京からわざ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 、はい、この番組に、はい、来ていただきました。出るために。猫まんじゅうの皆さんです。どうも、どうも、ようこそいらっしゃいました。雨の中遠いとこ申し訳ありません。ありがとうございます。よくお越しいただきましてありがとうございます。はい、じゃあ早速あの猫まんじゅうのメンバーの皆さんに自己紹介を、はい、はい、いただきましょうか。はい、自己紹介言うときにですね、趣味か特技か、もう一つ今ハマってる〇〇、ハマってる、これいきましょうか。はい、了解です。じゃあまず僕から猫まんじゅうのボーカルのコウタです。どうも、イエイ。います。趣味や特技、はい、まあそんなないんですけど、なんだろうな、うん、趣味スノボぐらいですかね。お、スノボ。でも忙しい時期じゃないですか。まあ毎日行ってますね。あ、今日も雪山から。そうですね。もう行きました。なるほど。ハマってるもの、うん、これも別に特にないんですけど、ちょっとこれリアルな感じで言うと、おう、最近ハマってるものは歌詞制作ですね。うん。ガチでも本当にハマりまくってますね。いろんな意味でハマってますスノボ。いろんな意味で、はい、泥沼だったり。そうです、泥沼にハマってるって意味でもハマってたり。なるほど。でもいや、もうすごい楽しく最近もうマイブームのごとくがっつりやってます。そんなコウタです。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お次は、はい、ベースのシンゴサです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。趣味や特技ですかね。はい、僕はね、レザークラフト、まあだいぶ前からもやってるんですけど、おレザークラフトや、レザークラフトって知ってます？なんだろう、革財布。そう、いわゆる革財布で、はいはい、まあちょっと大きいもの作んないですけど、財布とか小物とかブレスレットだったりとか、最初こう自分のなんかアクセサリーなんかかっこいいの売ってないなって思って、自分でオリジナルでイメージするものを作ったんですよ。うんうん、そしたらやっぱ道具を買っちゃうわけじゃないですか。うんうん、そしたらいろいろ作りたい、うん、これもしかして売れるんじゃないか、うん、っていうので、自分のもういわゆるショップを作って、まあネットで買えるんですけど、そういうのを作ったりして、なんで、でもバイク乗ってますけど、バイク用品チックなものもできたりしますけど、頑張ればまた泳いごそう。僕もバイク好きだったんで、そういうのやってます。まあハマってるものはまあそういう感じですね。うん、もうどっちも趣味とハマってるものが一緒って感じで、うん、なるほど。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、はい、そして、はい、ギターの和樹です。よろしくお願いします。はい、失礼します。そうですね、趣味はですね、割と辛いものがすごく好きで、お、最近ハバネロソースをやっと1本使い切ったんですけど、お、なんかデスソースっていうのがあるんですけど、なんか味がこう4種類ぐらいあって、うん、でなんか最近気づいたんですけど、かけると食べ物の味に酸味が加わっちゃうんですよ。うん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 、だから最近いかに味を変えないで辛みを足すかっていう、それに一番適したソースを、うん、見つけた、探っております。あ、探っております。どうやら粉末のものが一番いいらしくて、うんうんうん、これからはちょっと粉末の道を歩もうかなと思って。ちなみにお腹めちゃくちゃ弱いです。大丈夫なんですか。チャレンジャーですね。はい、うんうん、なるほど。何にでもかけちゃう。いや、もう本当何にでもかけちゃいますね。てか意外と何にでも合うんですよ。てか持ち歩いてらっしゃる。あ、はい、こと、あ、持ち歩いてらっしゃるんですか。はい、そうですね。外で外食してもかけそう。そういう時にもかけますね。なんかタバスコの酸味が苦手で。じゃあ今度いいやつあげるよ。そうですか。沖縄に、はい、高齢グースって言って、絶対うまいじゃないですか。泡盛に中に島唐辛子と沖縄のこの間食べてるんですか、そう、液体のやつ、はいはいはい、あれをつけとくとそれも調味料になるんですよね。それ味噌汁入れたり、あれですよね、確かかけすぎると飲酒運転になるやつ。いや、なるやつ。味噌汁飲んで飲酒運転ってやだな。そうですか、そんな辛いもの好きの、うん、はい。
日々送ってらっしゃると、はい、であのもう一人ドラムのフミヤがいるんですけども、はいはい、本日あの別件で、うん、あのお忙しいということで、忙しい中で、はい、まあ、気持ちだけいただいてきました。また次の機会に、はい、ぜひぜひお願いします、はい、ればと思いますので、という4人で構成されてる、はい、ネコマンジュさんですけどね、はい、まだあの出たてですよね、うん、出たてっていうのがおかしい、ね、ちょうど、おとといの、まあ、ちょうど和樹くんの誕生日だったんですけども、うんうん、こちらのライブ、ライブで、まあ、僕らメンバー3人が行って、はい、ゲスト出演ということで猫まんじゅのライブをやったんですけど、それが、はい、結成して2回目のライブになる、うん、2回目の番組からもね、うん、素敵なケーキをお送りしといたんでっていうことはなかなかないですけど来年も来年も今日初のラジオ出演ですね。そうですね、それそうですよね、そうですよね、はい、そうです。1回目のライブは2月の頭でしたっけ。2月の2日、うん、はい、初お披露目ライブということで、今2月ですよね、今月です。もう今月、ちなみに2月2日ニャーニャーの日で、あの猫、うん、猫の、なるほどなるほど、ちょうどよかった。ニャーニャーの日か、ニャーニャーしてたのか知りませんけど、はい、まあでもあの猫まんじゅって今ね聞いた時、聞いてる方が、うん、どういう意味なんだろう、うん、っていうのをちょっと和樹くんにあの説明していただきたいなと僕は猫まんじゅの由来、うん、バンド名の由来って、ぜひ、あの猫のマスコットが書いてあるまんじゅうではない、うん、それじゃないね、猫まんじゅうなんかね、それは、はい、あのよく誤解されるんですけど、まんじゅう仕上げ、あれです、彼岸花、うんうん、真っ赤な彼岸花の、はい、と猫っていうのの掛け合わせで、はいはいはい、あのなんか SNS でなんかこうまんじゅう仕上げの花が咲いたっていう言ってる、うん、まあ、おっしゃってる方がいて、うん、そこなんか昔死んじゃった猫ちゃんを埋めたっていう場所らしくてですね、うん、それでなんかこう何かがこう、まあ、その命が途絶えてしまっても何ですか、こうまた新しい生命がこう息吹くっていうか、そういった何ですかね、まあ、ある種こう悲しいことからのこう、まあ、再起であったりとか、まあ、悲しい出来事に対してもちょっとポジティブなこうものをこう印象を与えられたなっていうバンドです。なるほど、そんな由来があるとは、はい、漢字ですから、猫まんじゅう、猫まんじゅう漢字、まあ、横文字もありますけど、本当はいろいろこうやっぱバンド名どうしようかってなった時にいろいろ上がったんですけど、はいはい、みんなでこう案を出し合って、まあ、こう協議するわけじゃないですか、うん、バーって出てきて、その中に猫まんじゅうがあって、うん、みんなも満場一致で、ほら、あの誰にも相談するわけでもなく、いいと思ったものを出そうって、うん、そのこの中からって言ったら猫まんじゅうがもう一致してるのは猫まんじゅうだけだったんですよ。ちなみにあの無理だったらいいんですけど、はい、その没ファンド今だから言えるみたいな、なんかめちゃくちゃ考えましたね、うん、相当羅列上がってました、ね、はい、なんかすごい、案はどれくらい出てたんですか。20個ぐらいっていうんじゃないですか、うん、そうなりました、ありました、そう、割と気取った感じとか、気取った感じ、横文字だったりとか、はい、縦だったりとか、誰も文句言わなそうなやつも全然あったんですけど、はい、うん、なんか文句言われそうな感じが面白いかなとインパクトありますよね、はい、まあ、覚えやすいですよね、はい、はい、なるほど、はい、そんな由来があった、そういうことバンドのやつ ね、はい、と言いつつですね、メンバー皆さんそれぞれ にこれまでもそうそうたるご活躍をされていらっしゃいまして、その辺の新人バンドとはちょいちょい違うぞというような経歴のお持ちの方々でありますけれども、いきなりですね、年末にやるぞと言った後でもう2月にはライブをされていると言いつつもですね、この先の予定もたくさん、盛りだくさんの予定が、うん、しかもその予定に追われている感じで、そうでございます、趣味が作詞作曲してますの、はい、真っただ中じゃないかなと思いますけど、はい、ゆくゆくその辺もね、お伺いしながら、ね、1時間共有したいと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。とここでですね、一発聞いちゃいましょうね、うん、せっかくなんで、はい、ご挨拶代わりというわけじゃないですけども、はい、いきますか。いきましょうか。じゃあ、曲紹介をどなたかいけますか。じゃあ僕から、はい、じゃあ今からお聴きいただくのは猫まんじゅの今会場限定でシングルとして出させていただいております、うん、ドグマティック開花という曲を、はい、いきましょう。直径数ミリの命の根源から背景君へ。 I h
街空広い淡い空旋回見下ろす先の熾烈な世界待ちをしない展開それが生き残る世界バカいから限界を超えた先にある展開いただきました、はい、これもちろんラジオ初公開初出し、はい、そうでございます。日本中で初めてかけさせていただきまして、しかもフルバージョンで、はい、すいません、僕あの YouTube で1分ぐらいしか見れてなかったので、はい、うん、あ、もう本当にこれ会場限定で出してるやつなので、はい、まあ、例えば地方にいる方とかも多分同じような状況で、うん、本当にあのワンコーラスかかってるしか聞いてないんですよ、はいはい、でライブもまだ2回しかしてないので、うんうんうん、こうやってフルでかけさせていただけるっていうのが本当にもうあの多分今これ聞いてる皆さんも、うん、はい、最高ありがとう、うんうん、ってきっと聞こえてこんね、思ってくれてるのかな思ってくれてるのかな思っててほしいんですけどラジオで一歩通行でお送りしちゃいましょう、お送りしちゃいましたけども、はい、そうですね、今月始動、まあ、ライブで言ったらね、はい、今月っすよ先月はないんですよこれだからレコーディングもつい先日っていう感じですからもうまさにですね、そうですね、言ってみれば、うんうん、最近の話です、うん、すごいですよね、ねえどうやって練習してんだって聞きたくなっちゃうんですけど、まあ、その練習が必要な方々じゃないというのは重々承知ですけどなんか自分はまだまだだと思ってますけど、なんかこのバンドまだ3回しかスタジオ入ってないんで、おっとよく考えてみたらそうっすよ、だからそれを考えると恐ろしい方々だなっていうのは、
小川メンバーさんに対して。いやいやね、そういうメンバーが集まってこそだと思いますけど、うんうんうん、ただ僕もそんなにね、あの先週 YouTube の存在を知ってから、うん、何度も何度も聞き込んだっていうわけでもまだないんですけども、それでもやっぱりこのサビの部分だとかね、はい、印象的ですので、うんうん、ああそうそうそうってもう歌いたくなるような、うん、と言いつつ歌詞がね一緒に YouTube 上では出てるので、うんうん、なるほど、うん、言ってますけど、ドグマティックってなんだとか思いながら聞きましたでもあれですね、コウタさん、はい、うん、まあ、今隣に座ってらっしゃるんでお見受けするからには どうだっていう感じですけど、うん、よくあの声がどこからっていう感じも、うん、はい、しますけど、うん、どうなんですかね。いや、いっぱいいますよ、こういう。どこから出して、タンスの あの2段目とかから出してるのかな、ちょっと引っ張れば出るんです。普通真似できないですもんね、うんうん、いつからあの声に目覚めたんですか。なんか、そうですね、うん、今思えば、うん、10代になるのかもしれないんですけど、うん、最初めちゃくちゃまあその頃まだ実家じゃないですか、はい、そこに防音室があったんですよ。防音室、実家に防音室、はい、押し入れとかじゃなくてですか。そうなんですよ、意外と防音室がなぜか知らないけどあって、なんて恵まれた親はそこで何をしてたの。まあ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 俺とかを作ったりとか。あ、なるほどね、俺とかってそうそう、生産性です、古い防音室だね、クリエイティブですクリエイティブですきれいにまとめていただいてでそこで練習してたの。なんかそのまあ後々またルーツの話とかさせていただきたいんですけど、うんうん、はい、そこでなんかシャウトってすげえなっていうふうに思って、うんうん、で出し方わかんないじゃないですか、うんうん、なんでどうしようかなと思った時にひたすら真似をしよう、うんうん、もう1日、そうですね、本当これ冗談抜きで1日6時間ぐらいずっと叫び続けるっていうことをやってたんですよ。したらあんまり喉が枯れなくて強くなっちゃったんだ。そうですね、ほうほう、でそこで結構喉、僕わりかし強い方なんですけど、うん、多分そのなんかセルフなんかド M の鬼のような特訓で、うん、まあ、遊びみたいにやってたんですけど、うん、そこでなんかこういうシャウトみたいなものは習得したんじゃないかなって今振り返ればですけど、独学ですね、うんうん、あ、そうですね、基本的に独学でやりました、うん、はい、鍛錬ってことね。ちょっと頑張ってみる誰でもできますよ。できないでしょ。まあそんなね、これからは個々のことについてもちょっとずつ触れていきたいと思いますけど、とりあえず一旦ここで CM を。はい、佐藤敦史のワイルドで行こう。アサヒスーパードライ、30周年の感謝を込めて、乾杯。心がつながるうまさを続々と。アサヒスーパードライ。長者町ダイニング、まず私のワイルドで行こう。いや、ちょうど今 CM 中でしたけど、おい、普段ロック系聴いてます、いい曲ですね、もっともっと他の曲も聴かせてくださいということで、お嬉しいですね、メッセージが出てきますよ、ね、そうっす米が来たんですね、コメントが、はい、来ました。猫まんじゅさん、ラジオ初生放送ってことでいいんでしょうかということで、うん、はい、ありがとうございます。どしどしコメントあれば送っていただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、さあここからですね、少しコウタさんにもお話しいただきましたけども、うん、少しここの、ルーツとかねですね、うんうん、について触れていきたいと思いますが、うんうん、引き続きコウタさんからいいですかね。はい、はい、うんうん、今日はあの個人的に曲も、うん、はい、皆さんにルーツ的な曲もお持ちいただいてますけども、はい、まあ、それにちなんででも結構ですし、
まあ、今後の自己満足で どうするんだこうするんだっていうことも踏まえてお話しいただいてもいいんですけども、今日持ってきていただいている曲をまず1曲目あはい僕はリンキンパークのペーパーカットって曲なんですけども、はいはい、まあ世界的に有名なバンドだと思うんですけども、リンキンパークと言ったら、はい、こっからそうですね1曲目ですもんね、はい、本当ですね、うんうん、このさっきもちょっと、まあ、シャウトだったりの話をさせていただいたんですけど、はいはい、あのまさにこのバンドのボーカルさんの、まあねちょっと前に亡くなられてすごいちょっとショックだったんですけど、この方の声を聞いてやってみたいなって思ったのがわりかしきっかけだった気がしますね。なるほど、はい、それでまさにリンキンパークの曲とかを、うん、その実家の防音室で、はい、問題の防音室ですごい声真似したりとか、うん、いっぱい叫んでて、うん、でもすごい思い出の一曲でもありますね、この曲自体はそんなになんかそこまでシャウトがあるとかじゃないんですけど、うん、このバンドのなんていうんですかね、本当ハイブリッドセオリーっていうアルバムの1曲目にバーンってくる、もう本当衝撃を受けて、こういうラウドミュージックというものをやってみたいなっていうふうに思ったりとか、うん、っていうきっかけになった曲なんで、今日はこの曲をまず持ってこさせていただきました。なるほど、じゃあ聴いちゃいますか。聴いちゃいますか。じゃあ聴いてください、リンキンパークのペーパーカットね、懐かしいですね。はい、リンキンパーク聴いていただきました。かっこいいっす。はい、あのかけすぎちゃいましたね。いや、つい聴いちゃいました。はいはい、あの曲がかかってる最中にこっちで盛り上がっちゃって、めっちゃかっこいいっすね。それ素直に放送した方が楽しかったそうですあのこの辺の時のルー、まあ時代とかの話、はい、そうですね、うん、ミクスチャーの走りですよねそうですね、要は、うん、こんなのが原点の一つになっていると。そうですね、はい、ですね。でもう一つ次があのエミネムなんですけど、うん、そうなんですよ、うん、実はこれはこのリンキンパークとかにハマるさらに前に遡るんですけど、まだ自分が、はい、あの、うん、音楽とかをやりたいっていう風に別に自ら音楽を作りたいとか歌いたいとか思う前に、それこそ本当にもっと幼い頃ですね、にあのヒップホップにハマりまして、うん、なんか家に何気なくあったあのヒップホップの CD があって、うん、何であったのか分かんないんですけど、はい、それを聞いたらラップってめちゃくちゃかっこいいってなって、うん、でそっからあのちょっとしてこのエミネム の, あのアルバムが出て、うん、でなんだろうこれって話題になってるから、うん、雑誌で見たから聞いてみようってなるじゃないですか、うんうん、で聞いてもうぶっ飛びましたね。なんかもう日本語訳の歌詞カードとかを食い入るように読んで、うん、どういうことを歌ってんだろうっていうふうに、ラップってもうずっと単調じゃないですか、うん、でもリズムがすごいハマってて、うん、こういう音楽でこういう人たちって何を放ってるんだろうっていうふうに、ん、あの読んでみたらもうとんでもない、うん、もうことしか、うん、あのまあ、歌詞になってなくて、うん、過激で、うん、リアルで、うん、でも包み隠さないような、うん、だからそういうような姿勢だとか、あのあやっぱ包み隠さないで言葉にして音楽にするっていうのはとてもかっこいいなっていうのは今思えば、うん、彼から学んだ点っていうのはすごい多いかもしれないですね。当時ね、90年代前半ぐらいからこう出始めた、うん、時代っていうのはまだ YouTube なんかなかったので、うん、サクサクっとこうね、うん、画像の中で見れたそうじゃないの で、ね、うん、CD レコード買って、うん、それ聞き込むっていうのは今と音楽の入り方がやっぱりこう違うんじゃないですか。そうですね、うん、今手軽にささっと見れちゃうので、そうですね、入り込みもちょっと浅くなっちゃう、うん、そうですね、うん、昔よくあんな時間あってあんなに聞きまくってたな何も考えずに聞いてました、ね、なんか CD だからこそ聞き込んだっていうのがありますね、うん、やっぱり、はい、うん、じゃあエミネムに行ってみましょうか。はい、いきますか。で結構有名な曲なんですけれども、はい、エミネムの Without Me。 いやこの辺もよくね、うん、当時流行ったというか聞いた感じですね、うん、かっこいい、うん、これを聞いて、今のコートさんが出来上がっていて、うん、そんな感じで作詞をしてらっしゃる、はい、そういうことですね、はい、思想とかね。そうですね、うん、そうですね、うん、さあそしてですね、和樹さん、はい、今日お持ちいただいたのは、はい、ジャーニーですまた王道のそうなんです、王道で、ね、うん、僕この時代の、うん、あの
音楽ハードロックであったりとか産業ロックを聴いて育ってきたんですよ。その、まあ、両親がすごくそういう音楽が好きで、で特に多分年齢的にお腹にいる頃に聴いてたと思うんですよ。でギターの音とかも多分現代の基準でいうと良くない音なんですね。あの、まあ、やっぱり不鮮明であったりとか膜がかかったような音してるんですけど、僕にとってそれがエレキギターの音なんですよ。そうだから現代でやっぱりそういう、まあ、音を分かってる風な、まあ、人に、あのこうそのギターの音が良くないって言われても俺の中ではこれが俺の好きな音だからっていうので、特にこのジャーニーの、まあ、スザンヌって曲なんですけど、なんかそれはもうあのあれですね、あの自分にとってこれがエレキギターって感じですね。なるほど。なんか多分自分よりもあの年配の方とかはもうちょっと、今の時代に比べるとすごくリバーブが深くてお風呂で撮ったような音源とかがやっぱりこう、まあ今で言うとうさんくさいデジタルリバーブっていう表現が的確かなと思うんですけど、僕そういうのがすごい好きで、もうお風呂でギター弾いてたいぐらいあの本当そういう、だからその曲、この曲が一番すごくそれが分かりやすい楽曲かなと思って、あとやっぱりこう重厚なコーラスワークで、サビをみんなで合唱できたりするような、でちょっとほんのり切ない感じが好きで、って感じですね。はい、じゃあ早速聴いてみましょうか。はい、じゃあ例えばコールを。はい、ジャーニーでスザンヌ。いやいや、ジャーニーですよ。ジャーニー。いや意外でしたね。あ、本当ですか。そのまあ、今も話に出てたトップガンとかね、こんな感じのサウンド、そうですね、それがもう、なんか血にこう刻まれちゃってるので、もう僕ロックバーとか行くと今の曲必ずかけるってもらうんですけど、すごい好きで、もうこの手の無条件に好きなんで、なんか病気なんじゃないかなと。でもなかなかここに行き着かないんじゃないかと思うんですけどね。どんなきっかけでこの辺の曲をこうむさぼるようになったかというかですね。そう、まあ、やっぱり多分まあバンヘイレンとかがちっちゃい頃からもう多分無意識にこうやってて、やっぱりエレキギターとか弾いてるうちに必然的にはそっち系の音楽たどり着くんですけど、意外と僕カラッとしたのよりお風呂弾いてるようなのが好きかな。なるほどお風呂系ですね。はい、でここでね、あのギタリストさんですし、作曲もしてらっしゃるし、バンヘイレン持ってきましたじゃなくてジャーニー持ってきました、ね、そしてあのもう一つ、これはあの、エミューアっていうあのエミューア、ハードコアバンドなんですけど、まあなんか僕結構長年でそういうなんですか、いわゆるメタルコアって音楽とか、ハードコア寄りの音楽をすごく長年やってきて、前やってたバンドの、あのまあ結成と多分同じぐらいに多分出てきてるバンドではあるんですけど、海外で結構、まあ、それこそなんていうんですかね、こうさっきあの小田さんが流してくれたリンキンパークとかリンプビスキットのある種こう、ミクシャー的な流れを組んだ上ですごいシャウト中心のラウドな音楽をやってて、やっぱりなんか自分もこういう結構、ま、あの日本語ラップとかもすごい好きだったんで、そういうこうラップ調のグループがすごい好きで、彼らはすごいそれをすごくブルタルなんですけど、ヘビーでブルタルなアグレッシブなんですけど、ただなんか彼らからはそういったこう単なるこうラウドだけのこう直線的じゃないノリを感じるからすごい好きです。なるほど。全然あのバンド名分からなかったので、聞きたいですね。はい、あ皆さんもあれですよね、知らなかったですね。エミュアレフェロニー、いいですね。暑い暑い、ちょっとこの時間に聞くとちょっと目が覚めちゃう感じエミュアって言いますね。エミュアさん、なるほど、面白いバンド持ってきていただいて、はい、ありがとうございました。さあ、そしてシンゴスターさんの、はい、持ってきた曲が、はい、テレサテンですか。テレサテンも好きなんですけど実はルーツなんですけども、実は僕音楽を始めたきっかけっていうのが、あの中学校の頃つるんでた、よく一緒につるんでた仲間がいっぱいいたんですけど、そいつらとこう海に行ってですね、まあ、なぜ海かというと僕は沖縄県の石垣島出身っていうところで、もう遊ぶところが海しかなかったんですよね。海に行った時に一人の友達がアコースティックギターを片手にやってきたんですよ。アコギ持って誰もギターを弾けないあの中で、持ってきておもむろにこう腰掛けて、何も語らずいきなりこのミスタービッグの To Be With You を歌い上がるんですよ。めちゃくちゃもうギター弾けるってだけでもかっこいいんですけど、めちゃくちゃ英語だし、かっこいい、こいつめっちゃかっこいい、ムカつくわと思ってみんなあの時十何人で遊んでたんですけど、みんなに教えろ教えろ、みんな教えろって、俺も聞きたい、ギター弾きたい、この歌をし、なんだこの歌は、っていうのでみんなで To Be With You を覚えたんですよ。
だから要はある意味僕の楽器の始めるという原点の曲、きっかけになった曲なんですけど、もう知ってる方たくさんいると思う、はい、有名な曲なんで、はい、行ってみましょうか、はい、その頃思い出して聞きたいと思います、はい、Mr. Big で To Be With You。 いや俺この辺でストライクだから嬉しいわね、え、懐かしい気持ちになりましたね、うん、懐かしい、いや石垣島の、はい、見えましたね、見えましたね、見えましたね、はい、あの友達も見えました、見えましたね、はい、今でもちょっとムカついてるんですけどかっこよすぎていやでも俺の中ではあの海辺でこれ聴いてるってイメージがないっていう自分の中ではね、まあ、それぞれの思い出が多分ある曲なんでしょうね、うん、これはでも意外と海辺合いますね、合うんですよ、うん、だからムカつくんですよそっちの思い出がそっちの思い出が強くてなるほど。で、僕が今度ベーシストとしてちょっとこう気になった、うん、まあ、そのルーツになった曲っていうか、まあ、ジャンルが僕やっぱベーシストなんで、うんうん、まあ、メタルとかハードロックっていうよりはやっぱこうファンクとか、はい、そっち系のなんか跳ねたリズムっていうのがやっぱベーシスト的にこうちょっと楽しくなっちゃって、うんうん、はい、でそれで好きになったのがジャミロクワイ、まあ、あのスターズ・エンダーっていうベーシストがとっても好きで、はい、まあ、ジャミロクワイといえばこの曲でしょうっていう曲があるんですけども、はい、まあ、この曲を聴いていただければこのベース の、 この急風だとか音符の長さとかノリだとかいうのがジャミロクワイにいっぱい詰まってるんで、ちょっと聴いていただきたいと思います。ジャミロクワイでバーチャルインサニティ。佐藤敦史のワイルドでいこう。アサヒスーパードライ。30周年の感謝を込めて乾杯。心がつながるうまさを続々と。アサヒスーパードライ。長者町第二まず。佐藤敦史のワイルドでいこう。さあここまでお三方のルーツについて、はい、お伺いをしてきましたけども、ここからですね、猫マンジさんの話に、はい、そうですね、戻しまして、はい、もうこんな素晴らしいねプレイヤーが揃ったのでね、はいはい、この猫マンジさんがこのメンバーが揃った時の、うん、化学反応とか、ね、まあ、魅力っすよね、うんうん、とかを聞きたいんですけども、はい、まあ、あの魅力もそうだし、各メンバーへのなんかここいいよとか、こいつのここがいいんだとか、うん、なるほどです、まあ、もしくはここ直してほしいとか持ち上げとくとこにしますか、はい、最初はもう持ち上げときましょうか、はい、どうですかね。組んでみて、そうですね、組んでみて、うん、やっぱり、まあ、さっきね、あの僕、まあ、あれ、はい、さっき言って、スタジオの話ってどのタイミングでしたっけ。まだ3回しか入ってない。そう、はい、そう入ってないですね、3回しか、うんうん、でもやれちゃうんですよね。でもその、うん、そういう意味では、うん、あんまり心配はしてなくて、何も、うんうん、むしろもうスタジオ入るのも楽しみでしょうがなかったっていうのがありましたね、うんうんうん、まあ、それぞれのキャリアがね、うん、あってからこそだと思いますけど、はい、うん、でやっぱそれぞれあのメンバーのやってきたバンドもやっぱカラーが違うわけじゃないですか、うん、はい、で僕もその今マシンガン、セックスマシンガンズだったり、うん、まあ、ザ・メンテナンスで、和樹君もノクターナルブラッドラッソーでコーナクザで会心の地域で、うん、まあ、フミヤ君、ドラムのフミヤ君はガルネイ・レーズやアンキモだったり、うんうん、その違うメンバーが集まるんだけども何の心配もなくて、うんうんうん、もうむしろもう早く音を出したい、うんうんうん、で、まあ、スタジオ入ったんですけど、僕のまあ感想なんですけども、うん、もうとりあえず和樹くんがすごいと、うん、もうやっぱりもうどっかの、ね、まあ、雑誌のインタビューでも言ったんですけど、はい、もう僕はそのダイヤモンドとかね手にしたこともないし見たこともないんですけど、うん、なんかダイヤモンドを手にしたあの興奮した時のようなあの気持ち、うん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 、ダイヤモンドを見たこともないし触ったこともないですよもう世間一般の人がこうダイヤモンド持ってうっとりしたり、うん、ここにこのダイヤモンドに魅力に取りつかれるっていうのはこういうことなんだろうなっ
って才能にねもう本当に怒られました、ね、慎吾さんにこれ言われるたびにちょっと照れちゃってどんな反応してるのそういうそれも楽しみにしてんだけど慎吾さん慎吾スターで名乗ってるんでダイヤモンド和樹にしますか愉快な感じになってますけど愉快な感じちょっとそういうの欲しかったんでそうなの帰ったらツイッターネームあたりそこら辺にいやいや余計なこと言っちゃったダイヤモンド和樹ダイヤモンド和樹いいっすよねゴロいいっすよねゴロはいいよ、ねうん、いいっすねなで僕あのコウタ君はもともと知ってたんで、はい、実はこの一緒にやる前から、ええ、あのちょっとコウタ君一緒にバンドやろうよって一回何のノープランで声かけたことあって、うんうんうん、でこれがやっぱ今実現したっていう、うん、最高のボーカルですから、うんうん、不思議なご縁でめちゃくちゃ嬉しかったですね、うん、大好きだよ俺もね相当ね音合わせというかスタジオ入る時とかに、はい、いいアドレナリン出てそうですね、うん、楽しいそうです、ね、なんか珍しくて普通バンド結成とかなると、うん、まあまずは合わせてみようかみたいなところが入るじゃないですか、うんはい、とりあえずスタジオで一発音合わせてで感性があったらゴールみたいな、うん、それがこのバンドは順番が逆でしたよねそうです、うん、最初に曲があって、うん、あの和樹さんがものすごい、まあ、このドグマティック会館の、デモを持ってきてくださってもうこれでなんじゃこりゃって、うんまあ、メンバー一同なるじゃないですか、うんうん、で作って完成してから、スタジオに入るっていう、うんまあ、本来であれば逆なのかもしれないやり方だったんですけれども必然とそこっていうのは何の心配もなくて、うん、あのごく自然にねあのすごい化学反応が生まれた、まあ、あれですねあのこのメンバーからだからこそってことですよね、うん、そうですね、うん、あのいい化学反応というか、うんうん、もちろんね今後はそのまあ なんていうんですか長くやればやるほどというかスタジオから生まれていくみたいなものね、うん、当然、うん、まあもちろんでしょう、そう、うんはい、だからそれすらもなんかやっぱりこうな結構長いことバンドやっていくと、はい、結局メンバーの誰か一人かもうデモをほぼ作り込んじゃって、うん、あとはもうほんとフレーズ差し替えだけみたいなスタンスに変わっていったりするもんなんですけれども、うん、だから今みんなで差し作曲するバンドなんであんまほとんどいなかったりするんですけど、うん、あの日本の場合は逆にみんなでスタジオでああでもないこうでもないっていうのがすごく円滑に行えないそうなすごい柔軟なメンバーがやっぱ揃ってるので、うん、すごく音楽の話もこうフラットに、ね、なんか、うん、なるほどこんなのがあるんだ、うん、いいねっていうのが自然にこう、まあ、先ほどもねいろんな曲をあの、まあ、ルーツとして持ってきていただいたこともあって、はい、いろんなあの楽曲的にも多様性が織り込まれてるかなというからこそ、うんまあ、いろんな味がこうねどんどん付け加えていって曲になっていくかなっていうような、うん、もうどうしてもこんな感じでっていう固定観念にとらわれずにきっと、ねうん、楽しくやってらっしゃるんじゃないかな、うん、今の季節でいうと鍋みたいな感じですね、うん、そうですね今日何鍋にすんだみたいな、ね、なんか今後もねよりますます楽しみなバンドですね鍋まんじゅうございます鍋まんじゅうそんなねそうなんですよ、そうなんですよ鍋まんじゅうさんはライブがもうびっしりと、はい、詰まっております、はい、これは僕が言った方がいいですか、はい猫まんじゅう透明版ワンマンツアーが決定しております。なんと3月の16日大阪梅田ジラ、はい、そして名古屋です。3月17日17日は名古屋、今池スリサ、はいはい、そして東京が4月17日渋谷蔦屋オーウエストとなっております。そして今日ちょうど発表になったんですけどその、はい、間にも間に対バンツアーがまた透明版で決まっておりまして、うんうんはい4月17日の前ですもんね。そうなんですよ。4月10日に渋谷サイクロン、そして4月の12日が、アメリカ村、ドロップ大阪ですね、はい、そして4月の14日が、名古屋ラッドホールというこちら僕ら主にツイッターの方で、うん、コマンジュいろいろ情報、はい上がってますのでもうホームページもありますのでよかったらチェックしていただければなと思います。はい、もう一個ありますよ。3月20日、あそうですね、3月20日もございます。こちらも、場所が3月はサイクロンですね、はい、こちらも3月20日なんで、うん、よかったら皆さん遊びに来てください。騙されたと思って一度見てみるといいことが起こるかも、はい、すごい3月と4月で、はい7本ありますね。7本ありますね。よろしくお願いしますよ。大忙しい。今曲何曲でしたっけ？あ、まあでも割とあります。あ、そうですか。割と大丈夫です、はい、ワンマン抜けて、まあ、そうですね、ワンマンですもんね。いやでもスタジオまだ3回しか入ってませんから、はい、そうですね。これからこれからそれでもできちゃうんですよ、うん、いやこれメンバー同士ね、うん熱く絡んでないとこうはならない、ならないですね、はい、うん、でなんと、はい、ライブではまだ今3曲しか、うんうん、やってないんですけども、はい、これから
はい、その中の1曲をドグマティック改革最初にかけたんですけど、はい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 、それとは違う曲を、うん、ちょっと聴いていただきたいなと思って、はい、こちらなんですけど、はい、なんですか、素材はあるんですけどまだミックスに入ってないんですよ、うんうんうん、ただもう正直話、うちのメンバーさん本当にこう素材がいいので要は言ってしまうと、あの鍋って言えば本当適当に具材ぶっ込んだだけでも、はい、本当に素晴らしいものになってしまうんですが、どうやってもうまいそうなんです、はい、だからちょっとあの行きの車でちょっと煮込んできました。でこの今から流すやつは世の中に流通しないし商品にもならないこれはやばいですね、本当今日しか聞けないプレミアなものなんで、うん、まあ、多少雑味はあったりもするかもしれませんけど、うん、あの多分聞けるものになってると思うんで本当、はい、よろしくぜひちょっとじゃあ行きましょうか、はい、はい、じゃあコートさんお願いします、はい、じゃあそんなレアないい曲を聴いてください。猫まんじで灰になるまで。いやもうめちゃかっこいい、かっこいいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。聴きやすいし、うん、あの他の曲も聴いていただいて言っていただいてました。北区のちかさんどうだったでしょうか。服部さんもメッセージありがとうございます。そして、はい、こちらもメッセージ来ております。ゆきちゃん、ラジオネームゆきちゃん、ゆきちゃん女性の方ですね。灰になるまでかけましたよ、はい、でメッセージがですね、名古屋ようこそ来てくれてありがとう、猫まんじゅう透明版単独公演開花宣言いきます、3月17日行きます、ありがとう、お待ちしております。とても楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。もうね、マイケスリスターに必ず行きますってメッセージもいただいてますし、うん、楽しみなツアーが目の前に迫ってきて、はい、このあともうスリスター行ったらもう列並んでるんですよね。あ、そうなの、今からだんだん暖かくなりますけど、でも並んどかないかんから、はい、さあもう後半になってしまいました。はい、というエンディングの時間がやってまいりました、うん、はい、ですね。ここからまあ、ライブツアーに出られるところですけども、はいはい、今後の展望ですね、はい、バンドの、はい、じゃあそうですね、まあ、うん、あの展望やばもそうなんですけども、うん、まあ、本当猫まんじゅう本当もう信念の塊みたいな4人が集まった、うん、すごいバンドになってると思います、うん、はい、ってかなってます、うん、なのでね、今後すごいいっぱいライブとかもやっていくでしょうし、うん、もう本当にまさに今の曲じゃないですけど、うん、灰になるまでじゃなくて、うん、もう本当に燃え尽きても色がまた出てくるような、うん、そんな悪が強くて信念が強くて、そしてもう本当にいろんな要素が、うん、合わさったスーパーロックバンドにしていきますんで、はい、楽しみですね。あのその4人の生き様を見に来てください、はいはい、皆さんツイッターホームページチェックしてください、はい、さああっという間に、はい、お時間が来ましたが、うん、言い残したことは良かったですか。いやもう僕ら的には本当自信持ってやってますんで、まあ先ほども言いましたけど、一度あの騙されたと思って来ていただいて、もしこれでちょっとつまんねえと思うんだったらもう来なくても大丈夫です。本当にもうそれをね、またあの来てもらえるようなライブにもしていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします、はい、ちょっとね、まだまだお話伺いたいこともいっぱいあるんですけれども、まずはライブハウスでお会いしましょうということで、はい、今日は猫まんじゅうの和樹さんとコウタさんと、そしてシンゴスターさんに来ていただきました、はい、この辺で番組を終わりたいと思いますが、はい、よろしいでしょうか、はい、では今週もありがとうございました。佐藤篤郎、ありがとうございました。ワイルドネコ、目覚めたそこは現実へのエントランス、自分の合間を漂って落ちる日の目を浴びて、蛇の目を避けて、パラシュートのない過去の先へ、試練の雨と乱気流に煽られ取り付いた土壌は汚染されたカオス、直径数ミリの命の根源から背景君へ Are you ready?Images on the light, 淡い空さ熾烈な世界、お待ちをしない展開、それが生き残る世界、Oh yeah、 バカから限界を超え